来年3月に JR 東日本が運賃を10円値上げします。JR 東日本は今日5日来年3月に一部区間の運賃を10円値上げすると発表しました。新幹線を含む東京の電車特定区間のみを利用する場合を対象に普通運賃が10円値上がります。収受開始は2023年3月頃の予定で増収分は バリアフリー設備の整備費に充当するということです。また、早期整備が求められるホームドアについて、東京県在来線主要路線の330駅758番線へ整備が拡大されます。従来計画より、1年前倒しの2031年度末頃までに整備される予定です。2022年度は、京浜東北線日暮里駅、総武線飯田橋駅、 南部線武蔵溝の口駅、上戸駅、府中本町駅、八保駅、立川駅にホームドアを整備するということです。これで4月5日の KAB ニュースを終わります。